MG 小太郎とエール正の笑う角にはグリーンズ。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はグリーンズチャンネルにお悩み相談が、お、いいですね、いいですね、続々と届いておりまして、あの読み上げてもよろしいですか。はい、あの翡翠さん、正さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。毎日楽しく聞かせていただいています。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがたいですね。というわけで相談がありメールさせていただきました。私は昭和63年生まれ、今年は厄年です。今年は夢を叶える年にするぞと意気込んでいるのですが、厄年であることは気になってます、お二人は厄年で何か対策はされましたか。厄年についての考え方、対策があれば教えていただきたいです。よろしくお願いしますと。それはグリーンズに聞くにふさわしい質問ですね。そうだったんですか。意外な観点ですね、初めて聞きましたが。そうですか。厄専門ね。今まで400回何だったの。400回何だったの。今まで400が超えてから初めて。まさくんはさ、はい、あのこの業界でも有名な厄専門カウンセラーじゃないですか。厄といえばのね、グリーンズのね、トップ2がね、トップランチャーが、まあ、厄一つ。縁起がいいのか悪いのかね。でも毎年必ずありますから、役になる人は、ね。役一筋に研究されてきた、まずまさくん。あ、本当ですか。うん、まあ、役年、僕の話ですけど、僕、正直あんま気にしないんですよね。役年は、だから。役専門。役専門。一番言っちゃいけないやつ。一番言っちゃいけない。もう行き過ぎて、専門やりすぎて、気にしなくなったっていうか。あ、気にしなくなった。本当に、でも、あ、そういうのあるって知ってるし、言われたりはするんですけど、全然気にしないから、何か、何か起きた時に気にすると多分それに結びつけちゃうだけなのかなと思って、だからあの起きることは起きるし、厄年が何か起きたって印象もないし、なんか厄年ってそんなスペシャルな感じなのかなっていう感覚でいるから、気にしないと全然普通になんか特に厄年だった感はないですね。なんか厄があったとか、あ、まあ、そんな感じたことないですね。だからまあちょっと答えにならないかもしれないですけど、あんまり意識しすぎなくてもいいんじゃないかなっていうのは。それ、あの、役一つ、それ役一つに30年研究した人の答え。結果、行き着いた結果、僕なりの研究の結果、気にしなくていいよっていう。なるほどね。気にしすぎるとやっぱりそこに意識が向くじゃないですか。だから何かあってもすぐ役なんじゃないかって、心配事に変わっちゃうのは。なるほどね。まあ、ただ、まあやるとしたらその、それこそ神社に行くとかはいいと思うんですけどね、お祓いっていうか。そういうことは、気持ちが楽になるなら、するのはいいと思うんですけど、なんか過度に気にはしなくてもいいんじゃないかなとは思うけど、ね、あの、はい、役ってすっごいいい効果的なアイテムがあるの。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。角砂糖カウンセラー。角砂糖。あ、そうなの。え、そうなんですか。角砂糖。え、本当ですか。え、そうなんですか。角砂糖を舐めてほしい。え、そうなんですか。塩とかじゃない。もうそれで役完璧に落ちるから。本当ですか。え、角砂糖。角砂糖で役完璧に流れ落ちるよ。なんでですか。塩とかじゃなくて。いや、あの、世の中ってさ、なんでって言う流れって言うなんどういうこと。聞かちゃ聞いちゃダメだ。待って、どういうこと。思いつき、これ答えないパターン。あの、なんでって、なんで地球回ってるのってさ、言われてもさ、回ってるから。まあまあ。まあ、地球はそうです。なんで親子丼ってそんなに美味しいんですかって言われても、その、美味しいからって言われることあるじゃん。いや、待って、これは違う。これは本当に嫌でしょ。核だとの、なんか裏付けというか根拠があるんですかね。例えばさ、例えば、その、除霊には、お葬式行った時に塩巻くじゃない。でも言われてなんで塩巻くのかって。いや、それは、その塩だからっていう。まあ、だけど、役は、角砂糖なんですか。角砂糖で綺麗に落ちる。本当ですか。え、どっからそのデータが入ってきたんですか。だからなんでなんでって言わなくて。いや、多分みんながそう思ってるんですよ。みんなが声がきっと、なぜ、いや、ほら、塩はなんか昔から続いてて、なんか薬用系みたいな。はい。銀河鉄道のね、夜って、もう、その、宮沢賢治さんの作品もね、あるじゃない、ありますよ。で、そこで、あの、アニメもね、あの、映画にもなってますけど、そこで、あの、ジョバンニ君はね、その、男の子なんだけど、その、お母さんが病気になってね、牛乳と角砂糖を持っていくわけ。あ、そうなんですか。へえ。やっぱ効くんだよ。待って、病気にも効くの、角砂糖。宮沢賢治さんでさえ、牛乳と角砂糖って、
角砂糖って出てくるんだから、ね、なんかキーワードなんですよ、うん、あ、本当に根拠ないやつかよく思いつつ、なんかそうなんですか、うん、もう役は角砂糖、もう役といったらもうこれって決まってるんですか、角砂糖役業界で有名な話だよ。本当ですか。そうなんですか。初めて聞きましたね。角砂糖舐めたら、はい、大概の役は、そうなんですか。大概の役は綺麗に。本当ですか。じゃああんまり、じゃあもう結構 気楽に捉えていいんですね。そんな、気張らなくても、角砂糖があれば。深刻に考えてほしい、まずは。逆に、うん、あ、そうなんですか。角砂糖舐めたらもう気楽に考えていいけど。ああ、なるほど。うん、あ、舐めてたら、役同士舐めたら足元すくわれる。そっちは舐めちゃいけないですね。役同士は舐めずに。役同士は舐めずに角砂糖を舐めるですね。深刻になって、うん、しっかり向き合って。向き合って。なるほど。角砂糖を舐める。うん、で、そう、なんてと聞くのと。なんでかって聞かないで。そういうもんだから。そういうもんだから。そうそうそう、やってみてほしいです、ちょっと。うん、ぜひ、まあ、じゃあ、角砂糖飲めば全く問題なくなりますから。あ、本当ですか、うん、そう、万能薬みたいな。うん、すごい医者みたいな。これって実はすごく大事な話で。あ、そうなんですね。うん、要は、うん、風水って、どう思うかっていうのが究極の風水なわけ。なるほど。これは風水の先生から俺教わったんだけど。受け取る側の、そうそう。ね、西は黄色、西に黄色を置くと金運がいいってよく言われてるんだけど、うんうん、そう思ってる人はそうやった方が一番いいわけ。なるほどね。そう信じてるか、うんうん、で、そう思わない人はそうしなくて全然いいの。なるほど。いや、俺はそれよりももっと大事なのは心だと思うっていう人は心を、その、綺麗にするのが一番大事。うんうん、その人が合うしっくりくるやり方なわけですよね。その人がこうするといいって思えたやつをやったら一番いいわけ。そっか、その人確信持ってるわけですもんね、うん、なるほど、うん、だから、うん、この人が角砂糖で役が綺麗に消えるって俺のさっきの話をね、うん、信じてくれたらもうそれで一番いいわけ。なるほどね。角砂糖が一番もう、ま、迷いはないわけですもんね、うん、確かに。じゃあ、そっかそっか。その人が選べばいいわけですね。その人が、うん、もう役は、うん、もう飛躍の役なんだっていうふうに捉えたら、もうそれが一番いいわけ。なるほど。まあ、そのどう思うかは、なるほど。どう思うかがあなたの世界を、あなたが作ってるっていう。なるほど。急になんかいい話してみましたね。うん、さすがですね。角砂糖かけてないけど、そうなってくるといよいよ。いや、だから角砂糖って、はい、そういうふうに、その、はい、とはいえさ、はい、意識って、いきなりそういうの、まあまあうね、なんか物を挟んだり、まあそうそうそう、だからその、断捨離するといいと思ってる人は断捨離するのが一番いいわけ。うん、そっかそっか。その役を払う時に。そうそう、だ何が自分の信じやすくてやりやすいのかっていう、で、ときめいてやれるのかって、うん、無理にやってると、確かにね、そんなに、その、うん、あれだけど、その楽しくや、うん、一番何をやれるかっていう。なるほどね。自分で決めていいんですね。うん、そう、うん。じゃあ、もしこれを聞いて書くだと、本当にしっくりはそれで OK だし、うん、そうそう。なんかもしかしたら、やってみ、違うものがピンときたら、それをやれば正解ってことなわけです。一人一人に。俺これね、うん、俺の中ではそう思ってたんだけど、うん、その、英知の巨人である上原先生にも聞いてみたの。あ、そうなんですね。うん、へぇ、やっぱり方角は、俺の中でも、確かに、方角でめっちゃ当たる人もいるわけ。あ、風水の話、うん、はいはい。で、うん、その、うん、でも、うん、自分の思いが一番だよなっていうのもね、うん、やっぱり思いもあるし、る風水の先生もそう言ってた中で、うん、上原先生はどう言うんだろうと思って聞いてみた、うんうん、はい。で、うん、上原先生の答えはまさになんか俺がしっくりきたっていうか、うん、あるといえばある。あ、ないといえばない。なるほど。で、方角も、うん、宇宙自体が回ってるわけだから、北も南もないわけだから、ね。まあ、そうか、そうか。そうか。広い宇宙自体。確かにね。宇宙自体が回ってる上に、ね、さらに太陽系も回ってるから。そうですよね。移動してるとか言いますもんね。うん、そうそう。太陽系も実は回ってるから、そうですね、もう方角はもう、まあ、太陽系でさえ、ま、回ってるのに、銀河系でさえ回ってるのに、もう、そうか、いろんなところで回ってるから、もう北も南も、もうあっちもこっちも。ないんですね。うん、ないといえばない。だから、あるといえば、で、ね、昔の人たちがあるって言ってきて、うん、そのね、エネルギーの場ができてるから、うん、そういうね、あ、そうなんだなって思った人は全然あるわけ。うん、なるほどね。でも、ないって言えばないっていうのは、うん、その、面白いな。ないって言えばないっていう世界があるから、うん、要は、一番あなたが一番しっくりきたものが、うん、正解です。正解ですね。あ、それはいいですね。じゃあ、これを聞いた上でこの方がどう感じたかを大事にして。そう、あなたの、うん、がどう感じるかで、厄、うん、年、どうなのかっていう時点で、うん、
結構役年に負けてるね。なるほどね。あ、じゃあ逆に僕が言ったら意外と気にしなくていいっていうのも割と僕がそれがしっくりしてるからいいってことなんですね。なるほど。で気にしちゃってる人は、もう気にしちゃってるから、そっかそっか、ちょっとその抜け方は、気にしちゃってる自分を笑えたらもう勝ってるから、そっかそっか。私がもう、厄年気になっちゃってまーすっていう。言えたらね、もう抜ける。笑って言えたら、なるほど。もう私、厄年、はい、やっちゃんです。厄年気にしちゃう。なんとかちゃんです。やっちゃいいですね。あ、名前つけちゃって、ね。ちょっと今いいアリが出ない。割と甘いよ。わかりやすいけどね。わかりやすいけど。笑っちゃったら。なるほどね。そうやって楽しめたらいいですね。もう私。はいはい。もう厄年って聞くだけでビクビクしちゃうっていうぐらい笑えたらもう抜けてる。確かにね、そうですね。笑ったら勝ちですよね。笑ったら抜けてる。いいですね。楽しめてる。もうだからこの人はぜひ会う人会う人に、私もう厄年って聞くと、もうビクビクしちゃってるって言ってほしい。ネタにしちゃってね。いいですね。なんか他の人も厄年に対してイメージが変わるかもしれないですね。そういうのを見ると。あと、役は飛躍の役と捉えるかっていうのもいいですね。飛躍の役ですね。うん。それが、どう捉えるかで。人生ね、その、行き詰まった時っていうのは、実はすごいチャンスで、その、困るっていう字は、右も前もね、後ろも四方全部閉ざされてるんだけど、上だけ開いてるのね。なるほど。こう、確かにね。一回になれば。上だけ上がれる、空いてるから、要は、その行き詰まる時っていうのは、役の時っていうのは上にジャンプするしかないわけだから、扉なんだよね。なるほどね。まさに飛躍なわけですね。そうなんですね。面白いですね、言葉の掛け合いっていうのは。俺の人生は、その、そういう、そうは、要はどう思うかが大事だから、何が起きても、すごい奇跡につながってるって、ただ思ってるだけなの。そうか、まあ、いい悪いが、その、全部通過点だから、あ、これが全部すごい奇跡につながってるって、そこだけ信じてるから、あとはもう起きることがいいことなのか、悪いことなのかっていうのはあんまり関係なくて、もうとにかく、奇跡につながる。結末はもう決まってるわけだよね。必ずそこに行くってこと。奇跡に、すごい奇跡につながる。なるほど。それをもう信じてたらね。そう、俺のゲーム設定はそれだけ。なるほど。もうそこを、それはしっくりきてるわけですもんね。素晴らしいですね。そう、設定を、そういう、どういう、何につながるかっていうのもいいですね。まあ、要は、その、いろいろ言っちゃったけど、その、一番簡単な方法は核砂糖。核砂糖だって、もちろんないもんじゃ。核砂糖です。もう、カウンセラー専門家がいてるから、核砂糖です、今年から。業界では有名だ。まず業界があるというのはあれだけど。なるほど。やっぱり、核砂、厄年の時期って核砂糖飛ぶように。そうだ、そうだ、初めてでしたけど。スーパーから消えよ。本当にスーパーから消えよ。本当に、あ、そう、もう、厄こぞって、もう、今の時期とかやばいのかな。核砂糖本当消える。あ、そうなんですか。いや、核砂糖業界もじゃあその時期は稼ぎ時なんですね。うん。なるほどね。知らなかったですね。だって俺の部屋四隅に核砂糖置いてある。まじ、塩じゃないんですね。置きやすいけどね、核砂糖はね。ありとか来ただけ。置きやすいのは置きやすい。核砂糖。核砂糖置いてある。本当ですか。あんま定期的に取り替えた方がいいよね。塩じゃないからね。ありがとうございます。というわけで、MG。エールマサの笑う角にはグリーンズ。ありがとうございました。